この間私なんとなんとですね、M ステ終わりにね、ちょうちゃんとねお風呂に入ったんです。なんかその日一人部屋やったんですよ、みんな。なんですけど、なんか千穂ちゃんが今日のこのホテルは出るぞってすごい言ってて、なんかもう絶対に舞ちゃんを部屋から返さないってなんか宣言してきて、で、で、まあ、千穂ちゃんの部屋にお邪魔したんですよ。で、まあ、一緒にご飯を食べて、で、もうすっごいなんか眠たい眠たいって千穂ちゃんが言い始めて、で、お風呂にでも絶対夜に入っとかないと朝めっちゃ早いからもう大変ですよみたいな話してて、そしたらなんかじゃあもう絶対に一緒に入ってみたいな言われて、で、あのユニットバスだったんですけど、まあ、でしかも一人用の部屋だから結構お風呂もそんなにめちゃめちゃこう大きいっていうか一人用、一人専用って感じのお風呂で、で、そう、そこにお湯溜めてで入ったんですけども、ちょっとお風呂が結構狭くて、もう二人でこうやって体育座りしてギリギリ入るみたいな、こうやって二人で体育座りして使ってなんとかですよねみたいな感じでずっと話してて、でさ、シャワーとかもさ、こうバーってなっちゃうから、こう溜めたお湯で髪の毛をこうやって濡らして、こうやって二人がさ、こうやって濡らして、で、あ、ちょっと左側に詰めてもらっていいですか、右側濡らすんでみたいな感じで二人で同時に髪の毛をこうやって頑張って湯船で濡らしてで、逆に時間かかりそうなんだけど、二人でこうやって頑張ってこうやってやってシャンプーして、そう、一緒に入りました。多分今までで一番あのぎゅうぎゅうだったお風呂。もう結構な、長い時間ってほどじゃないけど、いつもよりは長めに入ってた。一緒に寝た A さん。だから、今日は絶対に返さない、だったから、そう、一緒の布団で、そう、寝ました。そうですよ。もうなんか、千穂ちゃんがところどころめっちゃ寝てて、お風呂に入りながら途中で意識飛ぶんですよ、なんか。何も言わなくなって、何も言わなくなったって思ったら寝始めて、そう、もう多分眠さ限界来てた。マイケルの部屋は誰が？マイケルの部屋は幽霊に譲った幽霊にね。でもなんか寝る前にめっちゃ感謝されました。マイちゃん今日は本当にありがとうって言ってそのままぐっすり安眠されましたね。いやちょっとね、あれですね、勇気がいりましたね。いや、なんかお風呂も私すごいなんかやっぱりプライベート空間じゃないですか、だからすごく勇気がいるんですよ。お湯を溜めてる間に千穂ちゃんが一回寝落ちしたんですよ。で、千穂ちゃんって叫んだけど千穂ちゃん起きなくて、で、私さっき入りますよって言ったらダメみたいな感じで起きて、で、千穂ちゃんが目をつぶってる間にこうやって服を脱いで、そう、千穂ちゃんが見てない間を狙って、そう、なんかちょっとめちゃめちゃこう何かこう気を払いながらでもね、なんか千穂ちゃんがなんか私に一個も恥ずかしいっていう感じは持ってないんですよ。恥ずかしいって思う感情がもうほんと 0% なので、本当にもう、しかもなんか私多分舞ちゃんに全部見せとるわみたいな感じで、もう本当にもう一個も恥ずかしいって感情がないからなんか大丈夫だと嬉しいもの、え、嬉しいですよ、もちろん。ただユニットバスで二人で入るの結構厳しいと思います。ユニットバスで二人で入ることないのでなんかメンバーと初めてユニットバスで二人で入ったかも。結構これは厳いです。おきちゃんとも入ったことない。おきちゃんと温泉とかならあるかな。けどおきちゃんはね、恥ずかしがるからね、ちょっとね、こっちも気まずい。やっぱ恥ずかしがらない人がいいかも。なんか、おきちゃんはね、なんか、まあ見ないでやーみたいな。まあ見たでしょー私のことーみたいな。そんな反応されると、なんか見てなくてもなんかちょっと。
だからちょっとね、恥ずかしがられるとちょっと恥ずかしいですね、こっちも。そらはちゃんと入ったことある？ある。そらは一回だけ温泉一緒に入ったかな。でも何も、もう普通に日常会話しながら、なんかお風呂だねみたいな話もせず普通に入りました